はいの皆さん、こんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回は共通テストで超品質積分テクニックを完全解説していきます。この積分テクニック、6分の1公式、3分の1公式、12分の1公式なんですけど、はっきり言ってズルです。共通テスト時間足りないよっていう方かなり多いんですけど、このねズル積分テクニック使ってもらえれば、もう圧倒的に時間短縮することができるわけですね。ということで、今回そのテクニックをどのような場面でどのように使っていけばいいのか、そしてその応用例まで完全解説していくので、周りの受験生とは圧倒的な差をつけていきましょう。それではまずは全体像から。はじめにね、6分の1公式、これはもうおなじみですね。6分の1公式というものがあって、それの2倍の3分の1公式というものと、その半分の12分の1公式というものがあるんだということを押さえておいてください。で、しかもこの12分の1公式、実は3つあります。なので、これを順に説明していきます。で、これね、年度書いてあるんですけど、これ実はですね、センター試験で出題されたものですね。だから約20年の間に13回も出題されてるというわけなんです。もちろんね、去年も出題されてるんですけど、こんだけ出題頻度が高いということは、ここを勉強していけばかなりコスパよく点数が取れるということが分かってもらえるんじゃないかなと思います。それではね、早速6分の1公式から。6分の1公式、まずどういう場面で使えるのか、まずはね、この3つをしっかりと押さえておきましょう。まあ、大きくね、分けて2つになるんですけど、直線と放物線とで囲まれた部分、あるいは放物線同士で囲まれたところの面積と、この面積が6分の1公式で表される。まあ、2つのね、交点をアルファベータとしましょう。これもアルファベータ、アルファベータというふうにすると、面積 S は6分の A の絶対値、ベータマイナスアルファの3乗と、こういうふうに表せるわけです。この A っていうものが2次のね、係数。で、これどっちも放物線だった場合、2次の係数の差ね。まあ、これなぜね、導かれるかというと、この、まあ、面積ね、求めるときに上引く下をアルファからベータまで積分するじゃないですか。この上引く下っていう部分が因数分解できるんですね。まあ、こういうふうに因数分解できるから。こういうふうに因数分解ができるんだよ。これ計算してあげると、ここがね、マイナス6分の1、ベータマイナスアルファの3乗になるから、これが導かれると。で、このね、まあ、A の絶対値。まあ、面積だから、とりあえず絶対つけとけば確実に正になるので、まあね、センター試験、なんかこう、ここマイナスだって、まあ、なんかここが相殺されてみたいな、ややこしいことを考えずに、とりあえず絶対つけて正にしとけば大丈夫っていうことを押さえておいてください。で、この A、忘れがちなんですよ。もう数多くの受験生が、この A を忘れて散っていったと。まあ僕自身もね、模試で何回もやらかしてるんですけど、その度に、ああ、6分の1公式、ね、必ず忘れちゃいけないのが2次の係数だったな。これね、毎回6分の1公式使うたびに思い出してください。ていうか、むしろね、これ6分の1公式っていう風に言ってるからいけないんだって、これ6分の1公式じゃないんですよ。正しくは、6分の A 公式なんですよ。今度からね、皆さん6分の1公式じゃなくて6分の A 公式としてしっかりと覚えておきましょう。ちなみにね、この3乗の部分は x2 乗、まあ、これね、2次関数が関わるわけだから、 x2 乗を積分すると3乗ね、3分の 1x3 乗プラス c になるわけでしょ。その3乗の部分だなと、まあ、2次の積分だから3乗、まあ、そういうイメージを持ってあげれば間違いないんじゃないかなと思います。じゃあこのね、6分の A 公式、これをどういうふうに使っていいかというと、例えばね、ここの面積を求めてくださいっていうふうな問題があったときに、もうね、2次に関する面積って言ったら、6分の1公式強すぎるんですよ。まあ、6分の A 公式だね。これが強すぎる。すなわち、まあ、こういうふうにね、いろいろ分けて積分していってあげてもいいんですけど、そんなことね、やるんだったら、もう6分の1公式使えないのかなっていうことを常に考える。すなわち、今回の場合で言うと、ここね、6分の1公式使えますよね。放物線と放物線で囲まれてるから。で、ここの部分、直線と放物線で囲まれてるから、6分の1公式使える。ということで、この2つの面積の差で考えてあげるのが一番早いというふうになるわけですね。しっかりと6分の1公式使えないかなってことを常に考えていく。で、これ、応用例ね。このね、理屈。この理屈を押さえていれば、実はね、3次関数でも同じように求められる場合があると。それが、3次の係数が同じ場合。この場合っていうのは、このね、
囲まれた部分の面積っていうものを求めるときに、積分するときね、上引く下考えたら、3次の係数が相殺されるね。結果的に2次のね、2次関数になって、そこの部分がまあ因数分解できるわけだから、結局面積は6分の a、マイナス a ダッシュ、ベータマイナスアルファの3乗というふうに求めることができる。この a と a ダッシュはそれぞれね、それぞれ3次関数の2次の係数ね。こういうふうになるわけです。しっかりと応用例も含めて押さえておきましょう。じゃあ続いて3分の1公式。3分の1公式はこういう形の時に使えるわけです。こういうふうに放物線があって、それに接線があると。この時、ここのね、囲まれた部分の面積が3分の1公式。まあ同様に3分の A 公式で覚えちゃいましょう。3分の A 公式でこういうふうに求めることができるわけです。このポイントとしては、このね、点の片方が必ず接点になってると。接点を含んでるよっていう場合に、この3分の1公式が使えるわけですね。まあその理屈っていうのが、これ上引く下を考えてあげると、まあこの場合で、ベータで接している場合だったら、x-β の2乗。これで、因数分解できるから。まあもちろん、ここで2次の係数が出るということで、この3分の a 公式というふうになるわけです。よろしいですかね。この応用例もある。この応用例は、このように、放物線と接線について、どっちもね、こういうふうに接点を含まない場合、その場合どう考えればいいかというと、あえて接点をね、かませることによって、3分の1ベータマイナスアルファの3乗、まあ3分の A ね、3分の A ガンママイナスベータの3乗、その合計として考えることができるわけです。もう一つね、理屈を考えると、放物線同士が接する場合も同じように考えることができるよね。放物線同士が接する場合も、ここの面積っていうのが3分のこの2次の係数の差、a-a' の絶対値かける β-α の3乗。こっちの方は γ-β の3乗と、こういうふうに求めることができるわけです。まあ、しっかりね、この形、どういう形でこの3分の1公式が使えるのかっていうことを押さえておきましょう。じゃあ続いて12分の1公式。これは3つあるんですけど、まずは1つ目。1つ目は2次関数と2接線パターン。これどういう形かというと、2次関数があるわけですよね。二次関数で、このうち異なる2点で接するような、そういう接線を引きます。この時、このそれぞれのね、接点を α、β という風に置くと、ここの面積が12分の1、まあ、12分の a だね。β-α の3乗という風に求めることができるわけです。よろしいですかね。まあ、この形っていうのはかなり品質で、いろんなね、性質があるんですけど、例えば、ここが、この交点が2分の α プラス β になってるよと。ね、だからこの x 座標がそれぞれ分かってたら、この交点の x 座標っていうのは実はこの中点になってるっていうことはかなりね、有名な性質。で、普通だったらこういうふうに分けて積分していかなきゃいけないんですけど、分けるまでもなく、もう12分の a、この2つの交点の差の3乗と。で、2次関数の積分なわけだから3乗っていうのは間違いないね。これをしっかりと押さえておく。ここでも忘れちゃいけないのが2次の係数ね。絶対に忘れない。この形はしっかりと目に焼き付けておいてください。ここでね、一つだけ面白い性質。今、放物線と二接線があった場合、ここをね、結んだとこの面積って6分の1公式が使えるじゃないですか。で、ここの部分が12分の1公式を使える。ということで、実はね、どんな形であろうと、ここの面積比が2対1になってると、こういうね、面白い性質があるので、ぜひ記憶の片隅に留めてもらえたらいいなと思います。じゃあ続いて、12分の1公式の2つ目。これは、2次関数と共通接線の問題。これも超品質。2つの2次関数があります。これどんな2次関数でもいいわけじゃなくて、大事なのは、この2次の係数が同じことね。この時、この2つの2次関数に接するような直線を引く。共通接線。それを引いたとき、二つの接点を α、β。で、ここの部分ね、面積を求めてあげると、s イコール12分の a の絶対値、β-α の3乗と、こういうふうに求められるということが知られてるわけですね。これも品質の形。
いろんなことが知られていて、例えばここの交点が2分のアルファプラスベータだよっていうふうになってるわけね。2020年ではどういうふうに出されたかというと、ここのね、面積が問われたんですよ。ここの面積の求め方。これね、積分していかなきゃいけないんですけど、最速はこれ12分の1公式を使ってここを求める。で、3分の1公式を使ってここを求める。で、差を取ってあげるのが、もう瞬殺できる解き方だったわけなんですね。しっかりと、この12分の1公式がどういう形の時に使えるのか、これはね、目に焼き付けておいてください。で、このね、形について補足が一つあるんですけど、これ2次の係数が同じってどういうことかというと、これ平行移動しただけでね。この2次関数を平行移動してあげれば、こうなると。どんだけ平行移動してあげたのかっていうと、これ頂点に着目すればいいよね。頂点があって、この頂点どれだけ平行移動させましたかっていうふうに考えれば、その平行移動がね、求まるわけなんですけど、この平行移動を表す直線っていうのが、実はこの共通接線と平行。すなわち、この共通接線の傾きを求めたいのであれば、この2つの放物線の頂点を結ぶ、この直線の傾きを求めてあげることで求めることもできるわけです。ということでね、2次関数と共通接線のパターンもしっかりと押さえておきましょう。じゃあ最後。これは3次関数と接線パターン。これはどういう形かというと、3次関数があって、接線がある。まあ、いろんなね、接線があるわけなんですけど、こういうパターンもある。この3次関数とその接線、これの2交点をアルファベータとすると、これは12分の A 公式で求めることができるわけです。ここで注意しなきゃいけないのが、この A っていうのは3次の係数ね。っていうのと、これね、ここ4乗ね。なぜかっていうと、今まで3乗だったのは、2次に関するものの積分だったから3次になったわけ。今回は、3次に関するものの積分なわけだから、ね、次数が1個上がって、ここは4次になると。この2つのポイントをしっかりと押さえておきましょう。ということで今回、共通テストで超使える積分テクニック解説してきたわけなんですけど、今後も周りの受験生と圧倒的な差をつけられるテクニック、たくさん紹介していこうと思ってるので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよというものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。